揺れるな。妹酔うぞ。大丈夫ですよ。もう酔ってるから。ドリフトしてくださいよ。俺みたいに。車でドリフトすんの。しかも軽だよ。横転するわ。ちょっと妹にかっこいいとこ見せなきゃ。転落即死動画。カメラだけなぜか無事だ。YouTuber の最後。一人マリオの格好。やだな、この格好で遺体発見。マリオと JK。でもマリオがさ、JK 連れ回して逮捕されたらシャレになんないよね。マリオじゃなくてクッパじゃんみたいな。クッパの着ぐるみって JK 連れ回すか。あの福井県とか、角生やして。凍らせよって。凍らせよって。溶けついた後。口から炎を吐く。警察官に蹴られる。ローキックだ。もうびっくりした。あ、どうも。びっくりした。なんかしがみついてきたのかな。しがみつかないよ。どうした今怖いのか。怖くないよ。いいんだぞ。兄さんしがみついていいからな。お兄さんに捕まりな。妹はツンデレ。反抗期だろうか。妹は反抗期。妹はツンデレだし、兄はデレデレだし。兄でねねだし、あで床抜けた時すげえ心配しましたもん。かなり、うん、怪我したかと思った。結構深かったです。目の前で見たもんね。すがーっつって対向車とか走り屋が下ってくるんじゃないですか。走り屋来ないかな。もちろん前に遅い走り屋いたらぶち抜くでしょ。あの RX7 とかいうのがいたら多分無理だね。てか俺の八甲田さんの動画見ました。あのワゴンまでに秒殺されたの。上り坂で抜かれて。あ、それ見てないもん。アクセル全開にしたけど、はい、一応アクセル全開にしたら車間距離多少詰まってったんですよ、はい、でもカーブ曲がったら消えてました。あ、消えたやつ。あと昨日あったコメントでなんか人影が映ってるって言われて確認したら確かに人影が映ってる。マジですか。しかも途中で消えてる。うわー、幽霊だったんじゃないですか。大阪か。いやちょっとあれは本当不可解っていうか説明がつかないです。やばい動画撮ったんじゃないですか。てかあのワゴンワールはどこへ消えた。いや、それとも最強の走り屋か。最強のワゴンワールだよ。だって上り坂のカーブで振り切るってすごいっすね。早を持ってアクセル全開にしたらもう時すでに遅し。初めてブラックハウス到着。あ、ゲート開いてます。止まりましょう。そこから出てるなんか遺伝品みたいな。見ればわかるけど、ほら草、ほら。さあ今度行け。大丈夫、これ以上汚れないから。俺が断念した。いやこれは断念するでしょ。断念しますよね。絶対雲だけど。入るとこどうなの？え？草むらはずっとついてる。この崖。まあ、無理。これを登る。こんなとこ登ってましたっけ？いや、こんな広くなかったです。時期が時期だ。誰か買ってるってことですか。草も誰も買らないでしょ。落とすれたけ歩いた形跡もないし届かない。今月届かない。とりあえず降りますか。この辺に止めれば。何？何でいいか。これ来ないの。どう。どっか。怪盗桃色クローバーが流れて。なんかめっちゃ焦げ臭いんですけど。めっちゃ焦げ臭いんですけど。ちょっとドリフトしすぎた。やっぱ
初めに変な音しましたよね、前ヒデさんの。おー、なんでしょうね。あれがブラックハウスですかね。あれブラックハウスですね。で、あの鉄塔が自殺電波と、これ相当登るの根気いりますよ、これ。速攻もあるし、お2回ぐらい落ちましたからね、そこに。無理でしょ、しかも、しかも夜中に、はい、いくら月夜間入れてるとはいえ、本当にこれ春先とかじゃないと、冬か春じゃないと厳しい。多分ゴムが焼ける匂い。ちょっとドリフトしすぎた。その辺まで入ってやめましょう、お前。いや、俺は一目で断念します。断念するの分かったな。でもホワイトハウスの日年のマザメってさ、ここだなと思ったらさ、ダメだった。最後になんか